MacBook Air 使うときにいつもこのキークロンの K3 キーボードっていうのを僕使ってるんですね。もちろん MacBook Air のキーボードも全然悪くないっちゃないんですけども、僕はメカニカルがすごく大好きなんで、こう立体的なキーボードを使いたくなっちゃうんですよね。で、ここに今乗せて使うっていうやり方をしています。キー1個なくなっちゃったんで、一部こいつになっちゃってますけど。で、このキークロンの K3 はめちゃくちゃサイズ的にはね、c b o o k Air にぴったりなんですけども、 どうしてもここちょっと段差ができてしまうんでね。ここにね、ここに段差ができてしまうんで、ちょっと長時間打ってると、やっぱり手首ちょっと疲れちゃうんですね。ここの角度で。ってことで、やっぱりこのパームレストが必要かなと思ったんやけど、この K3 自体がかなり薄いキーボードなんで、ちょっと薄型の、そしてさらにこの MacBook Air のちょうどジャストサイズぐらいのね、えー、パームレストが欲しいですね。シュッと。今回手に入れたのはこいつ。 フィルコさんから出てるマジェスタッチリストレストマカロンですね。店頭であったらね、ここでね、商品買う前に触ってあげて、触った感じがわかるようになってますね。でマジェスタッチということで、まあ、この企業が出している有名な、えー、僕も今メイン PC で使っているメカリカルキーボードですね。有名な会社の商品です。ってことで信頼性はあるなと思いました。パームレストに、なんか品質とかそこまでこだわる必要あるのかなってとこやけども、そんな値段もね、高くないんで、今回これ使っちゃいました。 初めはね、品質こだわるべきかなと思ったけども、えー、もう一個前にサンワサプライのやつやったかな持ってたんですけども、明らかにこっちの方がいいですね。何がいいかっていうとね、このサンワサプライのやつはね、裏側がゴムになっててね、めちゃくちゃホコリがついちゃうんですけども、こいつはね、裏側が、ほら、こんな感じで、なんて言うんですかね。 ツルツルな感じになってますね。ペタペタした感じじゃなくて、ツルツルした感じになるので、一切埃もつかずに、しかも拭き掃除がしやすいっていうのがいいですね。もうこっちの圧勝ですね。しかも薄さもね、かなり薄いんで、この K3 すごくね、マッチした。ちょうどジャストサイズぐらいじゃないかな。まあ、試し、ずっとね、長時間打ち込んでみたんですけども、 全く疲れない。ということで、まあ、サイズもジャストやし、パームレスト安いし、まあ、流用できるやつやから、一個買っててもいいかなと思います。で今日動画内で使ったのは、えー、一番最新の MacBook Air の M2 が入ってるやつですね。これに、えー、ちょうどジャストのサイズになるという形で、えー、パームレストをね、紹介しました。いいよ。まあ、これ意識ね、持ち運びってなると、まあ、しんどいけど、せめて自分の部屋で使うときに、ね、デスクトップ感出しながら使ったりとかだったら、いいんじゃないでしょうか。